2023年7月14日、こちらリスの森がオープンいたします。現在ここにいるリスたちは全部で12頭。よく目を凝らすと木の上だったり、あと足元に走っていることがあります。そんなリスたち何を食べるかというと、植物の種子や昆虫などを食べるんですが、ここのリスたちはこういう巣箱とかの中にひまわりの種や他に野菜関係をたくさん入れているので、食べる姿も皆さん近くで見ることができます。そんなリスたち、そこのおやつだけではなく、こういう自然に落ちているものも食べていますので、こんな風に松ぼっくりをかじった後の芯だけを残してきれいに食べることがあります。これを別名、他にですね名前がついていまして、エビフライと呼ばれていることもあります。こちらで見られるリスたち、今は夏の時期なので夏毛になっています。よく見ていただくと、体のここら辺は白く、ちょっとそのサイドが赤茶色をしているのが特徴。冬場になると体全体が灰色がかった色になってきて、耳の上、とても長い毛が生えてくるのが特徴です。また、こんな風に自然に溶け込むことから森の忍者などとも呼ばれることがあるそうです。今リスの森に入っている本数はだいたい100ちょいですね。大きいのが50本以上あるのと、まあちょっとちっちゃいのが40何本でだいたい100本ぐらい入ってますね。このまままっすぐ入り口から入ってもらえると、ここら辺がもう針葉樹林帯といいまして、こういったトゲトゲした葉っぱが、特徴的な木がたくさん植わってる地帯になりますね。こちらの、針葉樹類なんですけど、支柱を横に入れまして、風に強い状態にするのと同時にリスが動きやすいように支柱を入れました。なのでかなり横にも縦にもリスが動きやすいのかなと思っております。だいたいここが真ん中なんですけど、ここから奥側ですね、出口に行くにつれて落葉樹が、目立つようになっていきます。木の森は今中に100本以上木があって種類も豊富なので、本当に森の中を散策するような感覚になっていただければ幸いだと思って植栽しておりました。なのでもし、ご出の際は是非森の中の森林浴を楽しんでください。よろしくお願いします。この森の中を下や上や駆け回ってる姿、すごい探すのもすごい楽しいですね。で、運が良ければご飯を食べている可愛らしい姿も見れると思うので、ぜひ皆さん探してみてください。